これから始まります。さて、とっても可愛らしくご登場いただきましたセナさんです。よろしくお願いします。お願いします。セナさんは今は何をされてるんですか？はい、私は今都内の大学に通っています。大学生ということなんですけれど、改めて自己紹介をお願いします。今大学生をしています、セナと申します。本日はよろしくお願いいたします。私の病気は脊髄性筋萎縮症という先天性の病気で、タイプによると3型寄りの2型っていうもので、小さい頃は立てたりとか数歩ぐらいなら歩けることができてたんですけど、だんだん成長するにつれてやっぱり体とかも大きくなってきて、3歳から車椅子に乗ってるんですけど、今はもうずっと車椅子で生活しています。では車椅子に乗りながら大学にも通っているってことなんですけど、大学を決めたきっかけとかはあったんですか？特に何だろう、やりたいことで決めたというよりは、やっぱりその大学という環境が友人を作ったりとか、その大学生でしかできないような経験がたくさんあるなと思って、大学に進学して、そこからいろんな経験を通して自分が将来どのようになっていくのかを決めたいなと思って大学に進学しました。今はどんな勉強をしてるんですか？今は経営学部で、簿記とか会計だったり、あとは情報系の勉強や経営組織の勉強もしています。すごい難しそうですけれど大変です、すごく。コロナ禍っていうこともあるので、やっぱり大学に通えなかったりとか、コロナならではの問題もあったりするんですか？そうですね、本当に基本的にオンラインで週に1回ぐらい、対面の授業があるんですけど、やっぱりもうずっとオンラインで、サークル活動もやってるんですけど、それも全部オンラインになってしまって、もうなんか大学生なのかなみたいな感じの生活を送ってます。結構ね、多くの大学の生徒さんがそんな風な学生時代を過ごしていると聞くんですけれど、瀬野さんはサークルもやってるんですか？はい、サークル活動しています。赤十字奉仕団という、なんだろう、ボランティアをするサークルです。そうですか。車椅子ユーザーということで、その大学に受験するときとか大変だったこととかもありますか？はい、大学受験をするにあたっていろいろな申請をしないといけなくて、私は母の送り迎えで受験会場までいつも行ってたんですけど、その際の車の入校許可証とか、あと車椅子に合った机を用意しないといけないので、車椅子の高さだったりっていうのを本当にもう細かく書いた書類を申請して受験するという形です。ちょっとなんかこれまでと違う感じですよね、きっとそうですね。これまでセナさんは例えば特別支援学校に通っていたとか、普通校に通っていたとか、どんな感じだったんですか？すごい本当に昔の話になってしまうんですけど、幼稚園からもうずっと大学まで普通のところに通っていて、で小学校から大学となると、その公立校だと障害を持ってても普通に受け入れてくれるんですけど、その幼稚園探しっていうのが本当に大変だったみたいで、母から聞いたことなんですけど、そのやっぱり
障害を持っていると母の付き添いがないと受け入れてもらえない幼稚園がすごく多くて、なんだろう、障害に対して理解を持った園長先生のいる幼稚園をたまたま見つけて、そこに入ってという形でずっと普通校に通ってました。でもお友達も車椅子ユーザーではなくてっていう感じですよね。そうですね、ほとんどなんかむしろ車椅子ユーザーの友達がもう本当に数人しかいないくらいな感じです。きっと大学生ってどんな生活してるのかなって、こうこの動画を見ている方々も思っていると思うんですけれど、楽しみってどんなことなんですか？楽しみですか？なんだろう、やっぱり友人と遊ぶことですかね。友人の家によく泊まりに行くことが多くって、それがすごく楽しいです。わかる気がします。何かこの生活の中で、その、逆に困り感、お泊まりに行ったりするときに困ることとかもあるんですか？そうですね、やっぱりまず友人と遊ぶとなると、で泊まりとかになると介助が必要になるので、力持ちな友人だと結構その私のことを抱っこしたりしてくれて介助も全然できるんですけど、やっぱりその力持ちな友人ばかりではないので、そういう力がない友人と、の家に泊まりに行ったりとか、あとすごく遠くの場所に行くってなった時に、やっぱりそのトイレ介助とかお風呂介助ということがなかなか難しくて、外部の方に頼まないといけないことが多いので、そういうところが何だろう、難しいなって思います。確かにそうですよね。ただそこの大変さはあるものの、やっぱり日々楽しんでらっしゃる印象があるんですけど、いかがですか？そうですね、本当になんか、いや優しいっていうか、なんだろう、こうもう何でもやってくれるし、あとお店、全然友人とか関係ないんですけど、私すごく焼肉が好きで、で焼肉屋さんによく行くんですけど、焼肉屋さんってなんか大抵結構階段があったりするお店が多くって、あとテーブルと椅子がつながってるようなお店が多くって、やっぱりそういうところは車椅子だと入りづらくって、でも本当になんか優しいお店の人が多くって、すごい長い階段でも車椅子を体育会系な感じのお兄さんたちが運んでくれたりとか、そういうことが多くて、結構いけないところがあっても、そういう親切な方たちの手を借りていけるということが多いので、本当にそういう時にすごく温かい気持ちになります。そうですね、幅が広がりますよね。いろいろと生活のことも伺ってきたんですけれど、私たちは車椅子ユーザーの働く幅が広がったらいいなと思って活動しています。瀬名さん、まだ大学生ということで働いたことはないと思うんですけれど、車椅子ユーザーが社会の中で、企業の中で働いていくときに、こんな工夫だったらいいなっていうのあれば教えてください。私の通ってる大学が、キャンパス、私の通ってるキャンパスがもともと車椅子とか障害を持った生徒をあまり受け入れてる経験がなくて、そういう中に私が入学するということになって、本当に大学の方とたくさん話し合って、どういう手助けが必要なのかということを確認し合っていったんですけど、やっぱりそういうことができるっていう環境が企業の中でも大切なのかなって思っていて、あとそれはやっぱり物理的な面でのことですし、あとはそれ以外のこととして、やっぱりなんだろう、企業とか企業じゃないにせよ、周りの人の、考えとか、特別視をしないで、
まあ普通に、普通にっていうか、なんだろう、まあなんか、なんだろう、その周りの人たちの心の配慮とか、そういうのがやっぱり重要になっていくんじゃないかなって思います。そうですね、その特別視をしないってすごく大事なことですよね。当たり前のものと当たり前のこととしてね、こう一緒にやっていくということが必要なのかなと教えてもらいました。それでは瀬名さん、大学2年生ということなんですけれど、はい、今後の目標や将来の夢はありますか？はい、先ほども言ったように、私の通っている大学は障害を持っている生徒があまりいなくて、でそういう環境に私が入って、なんだろう、やっぱりまだまだ足りない部分がたくさんあるなと思っていて、本当に漠然としてるんですけど、今後は私が大学院に進んで、で私自身がその大学でいろいろなことを教える立場となって、きっと多分私にしか経験できなかったこととか感じれないことがあると思うので、そういうことを伝えていて、どんどん障害を持ってる人がもう本当に、普通って言葉がすごくなんか曖昧で良くないかもしれないんですけど、まあ、普通って言葉がそういう風に見られないくらい、もう何とも思われないようなその大学だったり社会になっていけたらいいなと思うので、そういうことに私も力を入れていきたいなって思います。大事な目標を教えていただきました。それでは最後になりますが、こちらを動画をご覧の方々、車椅子ユーザーの方もいらっしゃるでしょうし、そうでない方もいらっしゃるかと思います。動画をご覧の皆さんに一言いただけますか？はい、私は車椅子に乗っていますが、本当にもう、なんだろう、普通に友達と遊んで、カラオケに行ってオールをしたりとか、本当になんか平凡な大学生をしていて、なので、障害を持ってると言っても、特別な目で見ずに、本当に平凡な感じなんだっていうことをぜひ知ってもらいたいし、そういう中でもっともっと日本が暮らしやすいところになればなって思います。今日は車椅子ユーザーの瀬名さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。